8ヶ月といえばもう赤ちゃんも1000グラムぐらいまで育ってきているはずなんですよね。だから適切な、ごめんなさい、適切な医療を受けていればもう助かる命だった、助かる命だったすいません思ってしまうんですけど、本当にあってはならないことだったと思います。本当に切ない話だと思います。本当にもしこれがこの妊婦さんが入院できていればもっと早い対応が取れていたかもしれない。そのことはやっぱり関係している方は肝に銘じてほしいと思いますね。医療の連携さえできていれば本当に助かった命だということ、ことが起きてからでは遅いんですよね。これがもう二度と起きないようにやっぱり早急にその医療の連携ということを現場の方いろいろ苦労されていると思いますけど、本当にもう二度と繰り返さないという思いをね、胸にして体制を取ってほしいなというふうに思いますね。すいません、はい、本当に病床の確保と地道な感染対策かなと思います。